リオンです。ももちです。こんにちは、チャンネルティオリブです。ももしのもちもちももしティーチングレッスン5回目かな5回目かな、そうやね。コーナー名も決まりまして、このコーナーは、皆さんのコメントをいただいた分で動画を作っていってハマレオンに体験してもらって私がレッスンしていくっていうコーナーになってます。いただいたコメントは最後のエンディングロールで皆さんのアカウント名を流しているので、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。そしていつもの YouTube ではコメントは店長がお返事していたと思うんですけど、このコーナーで私たちがこの動画内でお返事というかレッスンで返していくっていうコーナーになるので、ハートのみのお返事になります。では早速今日のお悩みを発表していきたいと思います。前々回多分クロスの、はいはいはい、そうレッスンをしたと思うんですけど、この方はまたちょっと違うクロスになってしまってて、トップまではオンプレーンぐらいに上がるんですけど、トップで切り返す直前にクロス方向に手首から先だけが行ってしまう、親指の方向にそう行ってしまう。これはもう行かないように力を入れるしかないのですかね。タイミング変えてめちゃくちゃ早く切り返してもちょっと少なくなる程度というお悩みで、またちょっと前のクロスとは別のお悩みなのかなと思って、それをちょっと直していきたいなと思います。多分イメージとしてはトップ上げてで最後にクッて入っちゃうっていう感じなんかな。で、私が思うにこの症状になってしまう人は体の回転と腕の運動量が合ってないと思うね。体が上げていくときに止まってしまって、最後手だけが上に上がるから、この辺で体が止まる、そうそうそう止まる、手でガーって頑張るしかなくなるってこと、そうそうそうっていう方が多いから、そのもし体がまだ回るのであれば回してもらったら、多分その親指方向に倒れてクロスっていうのはなくなると思うんですけど、もし体が止まってしまってるんであれば無理にそこまで上げる必要は私はないと思ってて、あ、なるほど、もうこの辺まで、ね、止まった時点で切り返すようにしていったらそのクロスはなくなるから。それこそ結構僕も浅いタイプだから、うん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 、そうそう、そこの浅いのから多分ギュッて上に上げたら無理に上げようとしてこうなった時、そうそうそう、で、その体が硬くて止まってしまってるのか、逆にプレーンを気にしすぎてまっすぐ上げようっていう風にしすぎてまっすぐ上がっただけで終わってトップまで行ってしまう人がいたら、それも体の回転不足につながるから。どういうこと、どういうこと、ちょっとなんかイメージとしたら、体の多分回転は絶対回る人やのに、例えばここまでまっすぐ上げようと思ってまっすぐ上がったでってやったら止まるやろ、だからそれは回転不足になりやすい、このまっすぐ上げようと しすぎて体が止まる人、捻転とかをなんか忘れちゃうというか、すぐ上げて満足みたいな、あーなるほどな、そうっていう人もいる。だからそのまっすぐ上げるも逆にめっちゃまっすぐ上げて体が止まってる人やったら、逆に30センチぐらいって決めてそこからはちゃんと回していくみたいな意識を変えていくのも一つの手かなと思ってて、だからそのクロストップの人はもし体が回るんやったらもうちょっと回してもらった方がいいけど、回らへんやったら無理に上げる必要は私はないかなと思ってて、最後にクロストップなる人は多分回転不足が考えられる、そうそうそう、体の回転と腕の高さが合ってない。じゃあもう打たんでも解決した、そう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 、でも浅くするっていうのはジョン・ラームになるみたいな、もしそこに回転が止まって気持ちよく打てるならそれでいいと思う。こんなトップでも、うんうんうん、ここが自分の中で気持ちよく振れるんやったら、うんうんうん、リズムがそこで合うんやったら、そう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 、人によってもやっぱり体の回転って違うと思うから、うん、ここが綺麗なトップとは限らへんから、逆に僕がここまでは行かれへん、そうそうそう、振り遅れる絶対、うんうんうん、っていうのが思うので、無理に体を回さなくてもいいかなと思ってるので、一度なんかそこを見つめ直すというか、そういう感じで
聞いてもらえたらなと思います。じゃあもう一つのお悩みは、それこそ前回インパクトで浮くっていうのをやったと思うんですけど、この方はインパクトで手元が浮きます、なかなかアドレスの位置に戻ってきません、左手が寝てそれを修正しようと右手でかぶせて変なことになってますっていうお悩みだったんですけど、前が私がまあこういう感じかなと思って解決したのは、右膝が邪魔してるんじゃないかっていう案を出したんやけど、この方は結構詳しく書いていただいて、左手が寝てしまう、多分インパクトでこういう風に入っちゃうかな、手が反対向くみたいな、これを直していきたいなと思います。じゃあこれは一回アイアンの方がいいかな、アイアンの、うん、一回ハマるように体験してもらいます。それはよく似た悩みをお持ちですか？持ってるかもしれない。うん、寝て入るね。そうそうそう、寝て入っちゃう、で修正しようと右手でかぶせて変なことになっちゃうっていうお悩み。寝て入るかかぶって入るかどっちかしかないけど。そうやな、寝て入るの嫌がってかぶせてしまうっていうお悩みかな。こういう感じの球になるってことね。うんうんうん、寝る、そう、寝てすっぽ抜けて右とかは良くなるかなって思うね。まずこの左手が寝てしまう原因としては、もしかしたらウィークグリップになりすぎてるんかなと思ってて、ウィークっていうのは、そう、浅いんかな、ちょっと上から右手を持つタイプ、右手というか左手かな、原因は今回の原因は、うん、左手で、そう、左手がこう下から握るやん、ウィークって、うん、ちょっとこう、そう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 、下から握ると結構手ってこう浮きやすい、抑えられへんから、うん、けどちょっとだけストロングというか正しい位置になったらクラブって抑えれるやん、下にこう、うん、こうやもんね。そう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 、ウィークになってる人の方がこういう風な運動がしやすい。このストロングでさ、うんうん、肘がこうくることはない、うん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 、でもウィークのこの手首が向いてないとこうはなんぼでもいい。そう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 、だからまあ極端に言うとストロングの人は多分そのミスはあんまり出ないから、うん、もしかしたらウィークになりすぎてるのでその原因が出てしまうかなと思うので、ストロングでこういうことでもない、うん、このいや、それは違うと思 う、うん、それは左手が寝てっていう表現ではなくなると思う。そうか、帰ってきてないだけや、うんうんうん、多分ウィークでこういう感じになるんやと思う、寝てって、うんうんうん、表現的にね。だから少しだけ多分グリップを変えるって一番難しいと思うんだけど、半年ぐらいかかるよね。ねんけど、その正しいグリップっていうので握ってもらった方が絶対ミスは減るから、ちょっとだけ気持ち、親指の位置を少しだけ右側にしてもらったらなと思う。親指の位置を、そう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 、だったらまあ徐々に変わってくるか、うん、徐々にストロングになってくるか、そう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 、親指だけ意識してたら全体的にちょっとだけ。じゃあ一回気持ちフックで、気持ちフックグリップで、まあ、僕もウィークなんで、うんうんうん、気持ちは分かる、うん、じゃあ打ってみます。はい、お願いします。ストロングの方が絶対、うん、上から押さえれるから右のミスも減るしな。いやー、自分と違いすぎて。そうやな、まあまあ気持ち悪かったね、うん、やっぱフックにはなるもんな、フックグリップっていうだけだって、うんうん、めっちゃフックや、左手が寝て浮くっていうミスにはなりづらいかなと思うので、うん、少しほんの気持ちだけでいいんで、多分ゴルフって結構やりすぎちゃうと思うんで、今もこんな感じだった、うんうん、もう気持ちだけちょっとストロングというかフックグリップにしてもらえたらなと思います。いいですか師匠、私のお悩みも。あ、レオンのですか、どうぞ。まあ、特にドライバーなんですけど、うん、逆球が出て、うん、もうゴルフしてて9割型フェードかな、フェーダーでドローヒッターになることもあったけど、はい、8割から9割ぐらいはフェーダーとして来たんですけど、うんうん、引っ掛けが、はい、この番組をやり始めて出るようになって、うん、そっからちょっとフェードで打ってんのに引っ掛けが出るようになって、うん、でもやっぱフェーダーとしての頭の中は強いから、うん、あの左のバンカーからフェードでフェアウェイに持っていきたいって思っても、うん、左のバンカーからドローが出たりすると気持ちよく振って、う
どんどん OB ゾーンに近づいていくけど、球自体は納得いく球を打ってる、うんうん、納得いくスイングができた時にドローになってしまう、うん、でもちょっと言いにくいけど、レオのスイング見ててドローやなって思う。あ、フェーダーじゃないなって思う。フェーダーのスイングではない、うん、フェーダーのスイングってやっぱりどこかのタイミングで開くっていうペースをね、ポジションがあるはずなんやけど、レオンにはどっちかっていうとドローヒッター寄りのフェースクローズにしてる。シャットに上げて、そうそう、シャットにインから来て、そう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 っていうイメージがあるから、まあ、確かに逆球とかではなく、もうそれが自分の球なんかもするね、うんうん、って思うんね。まあでも一つだけあの、はい、これしたらみたいなあるので、はい、じゃあまずいつも通り打ってみます。はい、まあ逆にその今私一つだけここはどうかなって思うポイントがあるんだけど、それで直らへんかったらもうドローでいってください。ドローでドローヒッターとしての歩みを始める、はい、いってください。ちょっと筋肉痛やからドライバー飛ばないだろうけど、まあでも自分っぽいフェードは打てたかな。うん、そうだね、97フェードの。じゃあ一回このカメラに正面に向かって、そうそうそう、で構えてくれる。じゃあそういう感じよね。カメラ上で見たらあんまり分かんないかもしれないんですけど、右足のつま先結構まあ真っすぐ、まっすぐまっすぐ、うん、まっすぐまっすぐかなと思って、これをしてたら結構、しかも、まあ、大げさに言ったらこういう風に向いてたらドローはしやすい、うんうん、からもうちょっと右足だけつま先をそうそう開ける。多分右足のつま先を閉じてたらこう結構シャットに上げやすくない？一回閉じて上げやすいやん。けど足をちょっと開いたら多分上げにくくなると思う。あ、お前のシャツに上げにくい。そう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 。だからちょっとだけ右足のつま先を開いて打ってほしい。昔これをこう開いて打ってたら、うんうんうん、捕まらへんくなったかな。球がこう捕まらんくなったから、うん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 、ここで調節して捕まった。うんうんうん、やっぱフェードって捕まったフェードが、うん、確かにね。フェードやんか。パワーフェードみたいなね。これはスライス、うん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 、だからフェードはまっすぐパーン飛んで落ち際からっていうイメージが、うんうんうん、でもしかしたらやりすぎたんかもしれない。やりすぎたし、その時は捕まらんすぎたからこれが合ってたんやろうけど、今は多分しなくても捕まるのにそれだけが残っちゃって球に影響してるかもしれないから、ちょっとだけ右のつま先を、これを僕たちはストレートって言わないじゃないですか、うん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 、多分見てる方とかの半分ぐらいはいい球、ストレートみたいな思ってるけど、うんうんうん、ストレートじゃないもん ね、 そうね、自分が思ってる球とちょっと違うから、フェードやね、うんうん、だからこういう球をフェードやと思ってるから、うんうんうん、じゃあ一回右足のつま先を少しだけ開いて、こう、そう、ちょっと開く、そう、ほんのちょっとだけ、うわー、捕まった、捕まってそう。でもシャットには上げにくくはなるよな、うん、まあけど捕まってこれやったらまだ良くない。確かに体幹は引っかかってたけど、うんうんうん、102やもんね、うんうんうん、ってことも全然、うん、多少やもん、うんうん、一度左に出て8ヤードしか曲がってないってことは、うんうんうん、フェードではないけど、うんうん、まあでもいつもなら多分足が多分まっすぐ開かずに閉じてた状態やったら多分もしかしたらもっと引っかかってるかもしれへんけど、体幹はもっといってた、うんうんうん、ちょっともう一回打ってみます。はい、お願いします。シャフトをこれでいいのかって悩んでる部分も若干あるから、うんうんうん、今ももしみたいに GT にしようかなみたいな感じで思ってて、まあそのね、打ちたい球筋に合わせてそのシャフトの特性に合ったマッチするやつを選んでいくのが一番早いよね、うん、
でもそのやっぱり今の自分の状態考えた時に、うんうん、もうちょっといい状態で確かにテストしたいから、うんうん、GT を調子がいい時にな、うん、テストしないと分からへんもんね。沼るよね、うんうん、もうどシャフトでこれ右行ってんのか、うんうん、スイングで右行ってんのかみたいな、うん、右足ちょっと開いて、うん、ちょっと開いて、たまりません、うんうん、左に出してなんぼやと思ってるけど、うんうん、フェーダーは確かにそうやね、フェーダーはね、おお、めっちゃまっすぐちゃうこれ、うん、フェードでやっぱりさっきは97かなって、うんうん、101がドローで、うんうん、200にフェードになったから、うんうん、結構自分の体感としてはすごいいい感じ、うんうんうん、逆球はコースで出たら怖いよな、うん、しかもどっちかというとボールをかなり曲げたいタイプ、うんうん、イメージを出すときにこうっていうタイプやから、うんうん、景色をだからしっかり頑張らんようにできたっていうのは僕の中ではかなり大きい、うんうんうん、両方ちょっとハの字じゃダメ、両方ハの字でもいいけど、そうすると左の回転がまた上がってしまうから、グリオプレとかになるかも。まさにそうで最初ちょっとハの字で、うんうん、何も考えてなくてハの字だったんだけど、うんうんうん、それを右だけ閉じたの、うんうん、左をちょっと開いたその分、うんうん、めっちゃ振り遅れて、うん、おかしいなーって何ラウンドかして、うんうん、おかしいなーで閉じたの、うんうん、だったら捕まったフェードが出るようになって、うんうんうん、これやーってなったんやけど、うん、右足だけ開く、うん、右足だけ開くシャットにはこうへんくなって、そう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 、そしたらシャットの度合いも少し収まってドロー要素がちょっと減るかなっていう感じ。自分の中でこの43とかっていうのは結構触れてないんやけれども、はい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 、やっぱりでも今の体の状態考えるとまあまあまあ仕方ないかなっていう感じで、でも筋肉痛な状態ってごまかしが効かへんのかけど、フェードになったっていうのは大きい収穫。おー、じゃあレオンは一回その右足のつま先を試してもらおうかな。さっき最後通告やったわけやんか、フェーダーとしてのこれができんかったら、うん、そうこれができんかったらもうあとはドローやとでもドローっていうのはやっぱり自分の中では結構一か八かみたいなところがイメージも湧きにくい、うんうんうん、逆やもんな。でフェードの方がインパクトゾーンが長い感じが自分の中でして、うん、やっぱドローっていうのはちょっと間違えたらチュンっていきそうな感じがあるから、うんうんうん、フェーダーとしてゴルフができることに喜びを感じながら、うん、もうちょっとできそうやなそういう感じで、はい、ありがとうございます。なと思います。この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんのコメントをお待ちしております。ありがとうございました。